さあ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 、大丈夫でしょうか。皆様、いい男が出てまいりますよ。さあ、松山千里様、千春様、千里様、いやいや、声がね、この二人ね、すごい、みんな言わないの不思議なんだけど、歌ってる声もね、喋ってる声もすごく似てんのよ。だって、その俺は、翔山はもう、俺が中学校の時かな、もう、かぐや姫でやってたから、ね、勘違いすんなよ。俺な、翔山たちよりもな、もう7つも8つも下なんだからな。お前ね、世代から言ったら俺はな、スマップ世代なんだからな。不安か？わかる、その靴見ればわかるよ、はい、靴がもうスマップ世代だ。すごいね。じゃあなんか一緒に歌いたいというふうに思ってね、うん、3人で、うん、ね、どう？いや俺はさ、翔山、そのイルカに何曲も書いてんじゃない、はいはい、なんかあったの？いや、何もない。いい曲がたくさんいるか歌ってんじゃん。あ、私にね、私にばかりいい曲作って、そう嫉妬してるわけ？いやいやいや、別に嫉妬心がないけど、嫉妬しているんだけど、この曲もぜひ、ね、みんなには聴いていただきたいなと思って。そうですね、それでは海岸通りを。私への思いやりだったのでしょうか。別れのテープは切れるものだとなぜ気づかなかったのでしょうか。港に沈む夕日がとても綺麗ですね。あなたを乗せた船が小さくなってゆく。あなたから教えられた海岸通り、あなたの言う通り妹のままでいた方がよかったかもしれない。あなたがいつかこの街離れてしまうことを、優しい胸の中で聞きたくはなかった。
皆さん、どうも最後までゆっくり楽しんでください。